はい、皆さんお待たせしました。こんにちは。あ、お腹がいっぱいになってちょっと声が小さいな。もう一回、こんにちは。はい、ありがとうございます。元気ですか？大丈夫ですか？はい、ここは涼しいからね、しばらくね、ゆっくりと音楽を聴いて、いろんな楽器が出てくるから楽しんでいってください。いいですか？はい、本日、司会進行役を務めます、こちらの大学で教えております浅野光栄と言います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。このワンダーキンダーも始まって、9年目を迎えています。回数にすると、まあ、少し外の演奏会も含めてなんですが、90何回というふうなことが書いてあります。今年の11月には100回目、晴れて100回目を迎えることになるんですけれども、まあ最近はいろんな小学校とか幼稚園とか、それからいろんなホールでお招きを受けて、いろいろな大きさでも演奏会を行っております。まあ、それと同時に、私たちの、実は表にも DVD があるんですが、去年一昨年ですね、小学校のための教材としてオーケストラで、DVD を作りまして、これがビクターから発売され、なおかつ教育芸術出版社という、全国の小学校の 70% のシェアを持っている、そちらから、副教材としてそのオーケストラの DVD を、小さなお子さんたちに見ていただいています。それをまた副教材にしようと思って、作ったものが、実はこのブラスバンドの、形の DVD なんですね。で、それがちょっと訳あって、同時には発売できなくなって、これが単体で発売しようということで、今回、皆さんのところにお届けすることができるようになりました。あと本日はこの、DVD の売り上げの一部を、熊本の震災地震に、現金として送りたいと思っております。ですからできましたらよろしくお願いしたいなと思っております。最後に必要ならば私のサインを入れますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。たらたら言うなと後ろで言われていそうなので、もう一つだけお約束をさせてください。終わった後は演奏者が全員外に出ます。先ほどの回でもそうだったんですが、みんな楽器を持っています。で、お子さんたちにそばで楽器を見せてもらってください。で、触らせてもらえるものもあれば、ちょっと高価すぎて無理かなというのもあるかもわからないんですが、音は出してもらえますので、ぜひとも皆さん見ていただけたらと思います。その流れの中で DVD の販売のところまで誘導するかも分かりませんので、よろしくお願いいたします。それでは最初はですね、みんなも、もちろん見たことがあるし、分かったら、大きな声で何の楽器って言ってほしいかなと思うんですが、毎回はいつもは、バックに伴奏をつけないで演奏をやってたんですね。今回は伴奏をつけながら、それぞれの楽器を、大丈夫です、大丈夫、大きな声で元気でいいね、伴奏付きで演奏しますので、じっくりと聴いていただけたらと思います。じゃあまずはね、日本の四季の中で秋から始めようと思ってるんです。秋、冬、春、そして最後が夏になります。秋、何の楽器がいいかなって一生懸命考えた結果、秋には次の楽器を呼びたいと思います。ではその伴奏者をまず、紹介します。ピアノの方お願いします。小林さんです。大きな拍手です。いつもね、ピアノはこのワンダーキンダーではなかなか目立たないんだけれども、今日は思いっきり目立っていただこうと思います。ちょっとだけ音出していただけますか。でした。はい、ありがとうございます。
さあ、じゃあ秋の楽器群出てきてください。お願いします。さあ、これは何かな、なんという楽器かな。さあ、金色の楽器で、これはサクソフォンと言います。このサクソフォン、大きい小さいがあるけれども、一番向こうのちっちゃな楽器なんだかわかりますか。誰か言ってもらえる。なんだろう、一番ちっちゃくってどんな音がするのかな。この楽器の名前、ソプラノサックスと言います。ではその音をお願いします。Thank you.
ね、あのいつもこうやってね、僕はね、いじめられるんです、彼らが。で、今のは小さい悪見つけただよね。騙しちゃダメだよ。嘘ついちゃいけません。先生が言う。あ、そうですか。はい、失礼しました。はい、もう一度、サクソフォンの皆さんです。この先の音でしたよね。秋には変わりありません。はい、どうも。今のがサクソフォンで木管楽器と言われます。なぜかというと、吹くところが足でできているんですね。足笛だから木管楽器と言います。では今度はですね、冬に対して金管楽器を呼びたいと思います。金管楽器の皆さん、お願いできますか。さあ、もう知ってる楽器がいっぱい出てくるよ。ちょっと違ったね、さっきとはね。ね、後でね、鳴る仕組みは分かると思うんだけれども、みんなね、唇を震わせて音を出す楽器をやってるね。調子いいですか、みんな。はい。じゃあ、いいそうなので、先ほどと同じように、今度はね、ピアノではなくて、電子オルガンで、伴奏をしていただきながら演奏します、どうぞよろしくお願いいたします。最初はトランペットです。トランペットはちっちゃいですね。どんな音がするか聞いてみよう。
さあ、じゃあお願いします。
今もっと低い音出るこれ。このぐらいだそうです。はい、どうもありがとうございました。とてもきついよね。たくさん息を使います。そうですね、はい、大きな楽器音とたくさん息を使います。はい、金管楽器の皆さんです。ありがとうございました。さあ、今のが金属でできていて、先ほど言ったように唇を震わせて今のようにして、だからどんな楽器でもなっちゃうよね。今のホースなんかになるよね。さあ次は、木管楽器で春をやりたいと思うんだけれども、お、なんか泣いてるね。小鳥さんだな、ね、木管楽器の人たち出てきてくださいますか。はい、木管っていうとこういう楽器です。ものすごくちっちゃいのもあるぞ。さあ、黒いのもあって、金色もあって、茶色もあってね。じゃあこの木管の一つ一つを説明します。ではお願いしますね。まずフルート、はい、それからその後ろにはピッコロさんもいます。で、横笛ですね。はい、ではよろしくお願いします。はい、まずフルートから。
ありがとうございます。この楽器は長いですね。きっと低い音が出るよ。はい、お願いします。これは先ほどの金管楽器と同じなんですね。彼は、確かカリフォルニアから来たでしたっけ、はい、ですよね、はい。何も演奏していただきません。いや嘘です、それではこの5人で今のペールギュントの作曲の朝を演奏してもらいます。という楽器です。ちょっと音出してください。あ、いい音だね。次は、次はアゴゴという楽器ですね。素敵な音だね。次は、次はシェーカーの仲間でトルペドと言いますだそうです。はい、お願いします。なるほどね、シェーカーね、子供には分かんないね。はい、次は、次はこれはスルドという楽器ですね。鋭い音がするね。はい、ダジャレごめんなさい。で、いつも怒られてます。鋭いね。あ、違いました。あ、鋭いね。はい、じゃあ、他にもいっぱいあるんだよね、打楽器。そうですね、あの、すごいたくさんあります。うん、なんかさ、ボディパーカッションであったよね。ボディパーカッションありますね。ありますねって見られます今ですか突然振ってます僕は。え、あの、
今ですか。はいはい。じゃあちょっとやります。おちょっとやります。拍手。推進協議会というところで、今テレビの、ビデオが流れております。
ニュートンチャンネルというところで配信をされていますが、今ライブで実は配信されているんですね。そのことをお断りしなかったんですけれども、また後ほど見たいという方は、そのニュートンチャンネルで見られますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ではワンダーワンダー、私たちのために書かれた曲です。いいかどうかわかんないのですが、出来上がったのが昨日なんですね、曲が。で、リハーサルをして、で、みんな頑張ってくれてます。ちょっとプレッシャーをかけました。それでは今から少しナレーションを入れながら、皆さんにこのワンダー交響曲というのを演奏いたします。よろしいでしょうか。ではお願いします。
年の一日と題して、この曲が書かれましたが、まずここは、一楽章でミツバチとチューリップのソナタとしています。さあソナタとはちょっと難しいかもわからないけれども、2つのメロディーの掛け合う音楽のことを言うんですね。この曲ではね、ミツバチの音楽とチューリップの音楽が掛け合って、そして心地よい進み方で、アレグロというテンポで行います。ではよろしくお願いします。
昼下がりの公演では時間がゆっくりと進んでいきます。おじいちゃんと一緒に手をつないでやってきた子供がシャボン玉で遊んでいる風景です。
ナーレと言いますが、夕焼け小焼けでフィナーレ、この曲はですね、ロンドという一つのメロディーの、間にいろいろなメロディーが挟まる音楽のことを言います。夕焼け小焼けのメロディーの間に夕方に似合ういろんなメロディーが入ってきます。それではお願いします。
素敵な準備だったでしょう。大人の方たちも目が点になっていらっしゃいましたけれども、ね、ちょっと子供には難しかったかなと思いますが、今からは子供たちのための曲をやります。さあ、それはトトロの散歩、ね、大きな声で歌ってもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。今音楽者も聞くとね、演奏するとみんなちょっとフラフラになってきてるんで、ね、空気をたくさん使わなきゃいけない。でも頑張れますか？大丈夫ですか？はい、 OKOK、 では、トトロの散歩をやりたいと思います。手拍子よろしくお願いいたします。La la 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 la
とうございます。大きな拍手どうもありがとうございます。皆さん参りました、はい、今終わって、これでみんな演奏者は退場しますので、大きな拍手で送ってあげてください。で、向こうで、楽器を見ていただいたり DVD を見ていただいたりしてほしいと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、では退場してください。お願いします。どうでしたか、皆さん楽しかったですか？お疲れ様です。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